けば俺が。もう待ったはなしだ、柱が。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、トビラマ。サルトビ。おお。陣中果たして。刹那のまま気を抜くな。よいな。分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を切り上げたのだ。ほんのこうなってしまったのは神奈美教に送り込んだわしのせいでもある。先方持ち込む神数戦術、頂上決物。許せ、オビトよ。先方持ち込む神数戦術、頂上決物。なんだ、詫びなら不要だ。元から失敗していた。先方持ち込む神数戦術、頂上決物。十尾の陣中力、想像以上の相手ぞ。間違いない。やつは。なるほど。この体、十尾が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて、平然と。お前たち死人に、未来を語る権利はない。お前たちはただ、え、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかし、あの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは、火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか、先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時、すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところ、あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。火影になれなかったお前が火影をバカにすんじゃねえぞ。何より火影になった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺
知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。現実を見ない。武道で力を得てる俺に勝てるはずはないだろ。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。アマチュア、アマチュア、アマチュア。そろそろ黙らせるか。なぜだろう、まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。距離を取るか。準備完了だ。距離を取るか。蹴りつけてやる。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても、いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。